先月末、佐賀県唐津市で家畜伝染病豚熱の感染が2例確認されました。こうした中、農林水産省は今日宮崎を含む九州7県を豚熱予防ワクチン接種の推奨地域に指定、準備が整い次第、接種が始まります。産業としての、まあ、養豚関係の影響、そしてそれを、 各家庭にです、ね、あの豚肉等が供給されるかどうかという、そこの問題ということに加えて、社会全体、また経済全体への深刻な影響というところが及ばないように。河野知事はきょうの会見で、2010年におよそ30万頭の家畜が殺処分された、好定域を経験した県としても、強い警戒感を持っていると述べました。 もし県内で広がるようなことがあれば、ですねまた多くの方が集まるような集会というものが、特にまあそういう畜産地帯ではやりにくくなる、そのことによって、また経済への影響がという、まあ、そのようなことを、法定儀でも経験をしたところでありまして、何としてもそういう事態は防いでいくことができればと考えております。 県内では養豚業者らがワクチンを接種できるようになる研修会が始まっていますが人手が増えた場合でも接種完了には最低50日かかると試算されています。